こんにちは、ホロロです。こんにちは、グループです。今日は私の宝物第2話ですね。はい。私の宝物にはですね、ある大きな問題が付きまとってたんです。はい。それはですね、深澤くんがあんまり登場しないっていう大問題です。まあ、特にね、僕のチャンネルの視聴者さんはスノーマンのファンが多いので、深澤くんをもっと見たいというファンの方が多分大勢いらっしゃると思うんですが、なんせ死んでるので出てこないという。はい。そうだはい、ね。まあ、ただね、この第1話にして、まあ、亡くなってしまった冬月亮君なんですが、おそらく死んでないだろうと、いうことは、まあね、ほとんどの視聴者が想像できてたんじゃないかなと思います。はい。そして第2話にしてですね、やっぱり生きてたということが判明しました。よかったですね。よかったね。でもほとんどの人がそう思ってたのかな。まあ、どうでしょうね。僕はまあ生きてないと、だって今後のドラマの展開的に盛り上がらないじゃないと思ってたので、って言ってたけど、そっか。あと願望もあったと思う。冬月亮君には生きていてもらわないと困るという、願望も多くの方が抱えていたと思います。そんな中で生きているんですが、とにかくこのドラマに出てくる男性は嘘をつかれるという、ひろきさんに限らず、りょうくんも嘘をつかれるという展開でした。何の嘘？下原健太扱いされるということでしたね。これは、冬月りょうくんと一緒に働いていた水木りささん。まあ、りささんと呼びましょう。まあ、実は生きていたりょうくんですが、下原健太さんというもう一人のね、同僚の男性の名前で、りささんによって、まあ、生かされてしまうんですよね。はい。これはもう一つの死体の損傷が激しかったということで、まあ、うまくごまかせたと思うんですけれども、このリサさんの行動が僕にとってはもう謎すぎる。はい。ライブ配信中の時もわけがわからんと話していたんですが、まあ、2回見てね、まあ、グレープさんも思うところもあったと思うので、ちょっとその辺を今回は解剖するところからやっていこうかなと思います。まず前提として、リサさんはりょうくんのことが好きなんですね。そうね。はい。それはまあ、今回の話で初めて明かされた展開かなとは思うんですが、まあ、もともとの公式ホームページに載ってる相関図に、密かに思いをするとはっきり書かれていたので、知ってた方も多いんじゃないかなと思います。りょうくんに思いを寄せるリサさんなんですが、りょうくんには実は思い人がいるということを、今回、はっきりと言われてしまうんですね。りょうくんはまさか自分にね、ハートの矢印が向いてるとは思ってないので、はい。それをリサさんに言ってしまう。で、そこで動揺したリサさん、その後、事故が起きます。そしてなぜか渋滞のりょうくんを下原健太扱いするという、まあ、謎の行動に出たわけですが、まあ、これについてはグレープさんどう思いますか？ 自分がりょうくんのこと好きだったじゃない？はい。で、日本にはい。すぐ帰りたいみたいにはい。言ってたんだよね。で、大切な人がいるからって言ってて。で、今回この病院で、ね、入院してる人が重体だったんだけど、ちょっと容態が悪化したんだよね。で、この人、下原さんだよねって確認された時に、とっさに、そうですって言っちゃうんだよね。一瞬驚いてたよね、りょうくんの顔を見て。りょうくん生きてるって思ったんだよね。でも、このまま、りょうくんですって言っちゃうと、日本にいる大切な彼女に連絡が行ったり、ちょっと彼女が騒いでしまったり、こっちに来るとか、戻してくれとかっていう話になったら、嫌だから、きっと嘘ついちゃったんなじゃるないほど。かなって。女性は怖いですね。まあ、冷静に考えるとだよ。やっぱり医療設備の整った日本で治療した方が絶対にいいに決まってるんだけれども、多分リサさんとしては、りょうくんと一緒に2人アフリカの地に骨を埋める覚悟で、まあ、そこまでね、そこまで考えてたのかな。まあ、一瞬でそこまで考えられなかったかもしれないけど、語るには大きすぎる嘘だよね。美和さんがひろきさんについた嘘と同じくらいのちょっと大きな嘘がここで出てきてしまいました。まあね。ね。でも、ミオさんはすごく熟考した考えそうだでね。言った。で、多分、このリサさんは、とっさに、あって思って言っちゃってる感があって。そうか。よくよく考えれば、嘘つかなきゃよかったって、後々後悔するんじゃないかな。ああ、そうでかも、もしれないね。りょうくんがね、今目覚めるような描写。まぶたがピクッと動いてたので、まあ、きっと目覚めるでしょう。そこでね、きっと自分がなぜ下原と呼ばれてるんだろう。恐怖だよね。ってなった時に、まあ、リサさんはきっと後悔するよね。どう言い繕うんだろう。ね。ね。そして不憫な下原さん。そうだね。日本に帰った時にさ、下原さんとして帰らなきゃいけなくなっちそゃううよ。なっちゃうよね。りょうくんは、まあ、優しいところがあるから、もしかしたら、リサさんがバッシング受けるのを恐れて、いや、でもね、そんなうまく言うわけないよね。パスポートとかね、ね、あいるろいろから問題ね。がありますよ。やはりちょっと浅はかだった浅はか。ね。
今りょうくんが優しいって話をちょっとしたんですけど、うん、まあ、でも優しいのを3文字で片付けられるほどの好感ではないんですよね。そうなの。だって帰ったら大切な人がいる、うん、一緒になろうと思ってる人がいるっていうその相手は人妻ですよ。ああ。うん。でも人妻から助けてって言われてるから言われたけれどもね、もう離婚して僕が幸せにしようって思っちゃってる、うん、そうだね。離婚が成立する前に、まあ、体のちぎりを結んでしまい、うん、うん、子供まで生まれてしまい、まあ、否認しなかったんだろうね、うん、やはりちょっと優しいで片付けるにはちょっと、まあまあまあ、そう、うん、そうだね、ちょっと浅はか浅はかな人物ではあるかなと思いますね、うん、あ、こういうこと言うとね怒られちゃうかもしれないですけれどもまあまあ来週以降多分りょうくんが帰っていくという展開もあると思うので、うん、でおそらくタイムラインが少しずれてるんですよね、うんうん、美和さんは今回のラストで子供を産みました、はい、でりょうくんはシーンの切り替えで目が覚めました、うん、ということだったんですけど、おそらくここにはタイムラインの開きがあるんですよね、うん、やっぱり妊娠してから子供が生まれるまでと月10日かかると言われますから、その間ずっとりょうくんがあのアフリカの衛生状況もあんまり良くない野戦病院みたいなところで10ヶ月放置されるっていうのはちょっと考えにくいので、うん、まあおそらくちょっと時系列がズレがある、うんうん、描き方をされてると思うんですよね、うん、そうなると美和さんが子供が生まれましたっていうタイミングでまだ美和さんはりょうくんの生存を知らない、うん、つまりリサさんのついた嘘は突き通されてるってことなんだよ。そっか、うん、マスコミはまだ知らないんだよ、うん、一回亡くなったと報じたりょうさんが実は生きてましたっていうことをマスコミは知らないから、リサさんの嘘がどういう形で、うん、暴露されていないのかっていうのはちょっと不思議かなと。冬月亮くんがちょっと記憶喪失になって、うん、あり得るね。で日本に戻ってくるみたいな、はいはいはい、あり得るね、うん、フィクションならではのあり得る展開。ちょっともう一つ気になってるのが、うん、メディアは一応死亡2人って報じてるんですよね、うん、でも現実には1人重体1人死亡なんですよ、うんうん、この辺もちょっと分かんない。もしかしたら、ね、リサさんの嘘と関係してるかもしれない、うんうん、何らかの形でごまかして死亡ということにしちゃったかもしれない。自分が死亡扱いされてることについてりょうくんがどう思うかっていうところが、まあ、ちょっと次回以降出てくるんじゃないかなと予想しております、はい、正直ねこの2話の今回の話そんなに楽しめなかった僕は。うん、あまり動きがなかった。うじ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 と悩む美和さんとひろきさんの姿を、まあ、ただただ見せつけられてただけで、うん、あまり動きがないなと思いながら見てたんだよね、まあ、そうか。でも生まれた、まあね、ラスト一気に進んだけどまあ僕はあまり不倫ドラマを見てきた経験はないけれども、うん、不倫のドラマを見るにあたって、うん、求めるものってあると思うんだよ。ドロドロしているシーンだとか、うんうん、いけないことをしている2人が、うん、周りからこう少しずつ嘘を暴かれ、うん、責められ焦っていくところ、うんうん、悪いことした人にはなんだかんだやっぱり天罰が下りますよってい こう完全懲悪な部分だとか、そういったところを期待して見ている人たちもいる中で、うん、今回のドラマちょっと違うなと思ったんだよ。新鮮、うん、よく言えば新鮮かなと。従来の不倫ドラマと違う形の新しい不倫ドラマかなという、まあうん、不倫をした悪女と、ね、一応ホームページ上なんかでも歌われてるんだけど、うん、悪女とされる人がかわいそうっていう。そうだね、うん、だからこのドラマを見る前にはもっとラフな、あ、今週の美和さんとりょうくんは本当ひどかったねとかそんなような感想が出てくると思ったんだけど、まあ、そうも言ってられない悲壮感があるんだよね、うん、罪悪感がすごいからね。罪悪感がすごい、うん、そうなんだよね。しかも前にあったようなその不倫ドラマとかはさ、はい、不倫してる人たちが割と真剣になっていく、うんうん、逢瀬を重ねていくっていうのがあったけど、うん、今回はそうじゃなくて、そうだね、夫に嫌がらせをされて、うん、その流れでたった一回、うん、不倫してしまった、うん、その時にできちゃった子供だから、うん、でそっから全然会ってないんだもん ね、 そうだね。だから違うよね。主人公としても視聴者としても燃え上がるものがないんだよね。これがちょっとねよく出るか悪く出るか、えいやもしかしたらそのドラマの評価として、うん、期待していたものと違うっていう風に、まあ、今週の僕見つく、ね、そんなうん、その不倫した人が追い詰められていくのをみんなが見たいと思う。いや、それではないかもしれないけど、うん、でもやっぱり追い詰められる運はまず置いといて、僕の言い過ぎた部分もあるかもしれない、うん、ドロドロが見たいって人はやっぱりいると思うんだよ。ドロドロはしてると、してるけどあまり表立ってないじゃない。悲しい、かわいそうっていう気持ちが先行してしまう展開、うんうん、ひろきさんもかわいそうな人ではあれ、そうなんだよ、今週かなり明らかになったよね、ひろきさんのかわいそうなところがね、うん、
まあだからといって正当化できるものでもないかもしれないけど、だから視聴者が期待してたものを裏切ったことが、うん、よく出るか悪く出るか、今後のちょっとそういう評価の部分っていうのも気になるなと思って。もちろん当チャンネルはこの後追っていくし、今回のラストの展開っていうのはいきなり出産まで行ったっていうのはやっぱ驚いたし、うん、そうだね、うん、そこにひろきさんが涙を流したのもグレースさん大喜びしてましたけれども、だってすごい顔して泣くんだもん。じゃあちょっとひろきさんの話に行きますか。はい。でひろきさんね笑っちゃってんじゃん。いやあなたが笑うからですよ。あごめん、うん、何がそんなおかしいのさ。いや情緒不安定だから、はい、すっごい不機嫌に感じていたり、うん、いきなり、うん、寝たらって言ったりするじゃない、うん、ただいまも言わずに、うん、起きてなくていいよ、うん、かと思ったらそーっと美和さんの母子手帳を盗み見て何か思ったり、うん、でまた不機嫌になった、うん、で美和さんのお友達の子供を連れてきて朝ね、うん、お邪魔しますって来た時には、うん、あの美和さんのお友達には、うん、あどうぞどうぞゆっくりしてってみたいな言って、うん、玄関まで見送った美和さんを、うん、もうふるしかとして出ていく感じとか、うん、はい、じゃないよね。まあ普通じゃないね。うん。で最後あの子供生まれて号泣しよくちゃの顔して、うん、うん、もう情緒不安定ですよ。そうだね。ちょっとひろきさんの心情っていうのを 100% 理解するのはちょっと常人には難しいな。ね、っていうのはあるかもしれない。でそもそもひろきさん実は皆さんのことが大好きらしいっていうまず一つ事実が明らかになりました。うん。もう嘘だろうと思ったよね。ね。でもね大切にあのハンカチを持ってられる。うん、出たり、そうだね、あんな何年も持ち歩いたハンカチがあんなに綺麗でふわふわでいるなんてありえないけどね、うん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 、まあ美和さんがね丁寧に洗濯してるのか、もしかしたらひろきさんがこれは美和ちゃんのとかと思いながら大事に洗濯してるのかもしれないけど、まあね、いい柔軟剤使ってるんじゃないですか。で大好きらしいっていうのがまあね、今回初登場の喫茶店のマスターによってつまびらかになりましたけれどいいキャラしてたね、うん、でも大好きね、あんな態度取れる？いや取れない。やっぱり大好きだったら愛されたいし、うん、うん、あんなことをしててもね、美和さんは尽くす奥さんをずっとしてたけれども、うん、いつかどこかのタイミングでね、もうひろきのことはいいと思ってスイッチが変わっちゃう可能性はあるよね。そんな大好きだったらさ、うん、あんななんか暴言吐いたり、うん、おかわりって言ってくれたのに、しかとして、うん、美和さんが悲しい気持ちになってるのは分かるよね、うん、分かるんだ、分かってたもんね、ね、うん、そんなことできなくない？うん、不思議不思議。本人も多分会社のことが辛いもあるし、自分の本当の気持ちとは裏腹に美和さんに辛く当たってしまうということも本人的にはストレスなんだよ、うん、自分の気持ちとしてはもっと優しくしたいのについ辛く当たってしまうっていうことだと思うんだよね。でそのことについて自分で胃を痛めるっていうストレス抱えてあの会社に行くことでストレス溜まるのは分かる、うん、ちょっと異常だよねあの会社異常だね、うん、部下のことをお前お前っていうノルマかけすぎだし、うんうん、で部下からは舐められてる、うん、そうだね、うん、あの会社はちょっと異常、うん、で八つ当たりしたいなと思って家帰って八つ当たりしてその後自己嫌悪に陥って胃が痛いってなるんでしょでも胃痛そうにしたりなんか首を押さえたりみたいな。あそうだね、うん、なんだろうあれは、まあ、自律神経が多分乱れてるんだと思いますよ、うん、まあ、でね今回その辛そうにしているところを自分のファンである誠さんに目撃されるんだよね、うんうん、さらっとそのシーンは流れてったけど、ね、もしかしたらこれが何か今後の伏線になってるのかなと。誠さんさ、うん、ひろきさん推しすぎじゃない、ね、なんでそんなに気づかないんだろう、うん、このひろきさんが、うん、美和さんに辛く当たってることに気づかなすぎじゃない、うん、そっか、まあ外面がいいからねひろきさんはね、うん、誠さんの前ではまあよく演じてるんじゃない、うんうん、でもさ玄関まで行ってさ、うん、お話ししてるのに、うん、ひろきさんの声は聞こえなくて美和さんの声しか聞こえない、あの家にいたら絶対さ、まあ確かにね、しつるものはあるはずだよね、あると思う、美和さんの感じとかもさ、うん、まあ、今回ね辛そうにしているひろきさんを目撃したことによって何か気づき始めるかもしれないですね。お子様が生まれたんですが、それで泣いてしまうということでしたね、うん、その前には自分はもう子供のことは全く
関与しないよ、うんうん、という宣言をしてたんですよね、うん、まあ、それについては、まあ、子供にも辛く当たってしまう可能性があるから、うん、それを恐れて自分で、まあ、これ以上の美和さんに対する言葉の暴力っていうのを子供にしてしまうわけにはいかない、うん、自制が効かないんだねということで自分で予防線を張ったんだよね、うん、でまあひろきさんとしてもやっぱりできればそんなことはしたくないねメンタルケアクリニックにかかろうと思ったけどもうほぼ病気だよね早くかかった方がいい俺に何も求めないでそうだねでもさそれをさ正直に言えばいいじゃんえそうなんだ、うん、自分は子供が生まれた時に、うん、君にしてるように面が立ってしまうかもしれないからちょっと距離を置くようにするよお金は渡すからねってそれで美和さんはより罪悪感をほじくり返されることになるんじゃないそれでいいじゃん知らないんだからひろきさんは、うんうん、そしたらもう美和さんはね一応外面上、うん、ありがとうって言えるじゃない、うんうん、そういうことを常にちゃんと伝えられる人だったら、うん、そもそも職場で辛いことあって、うん、そうだね当たっちゃって帰ってきた時当たっちゃっても次の日に、うん、昨日ごめんって言えただろうし、うん、会社でちょっと辛かったから当たっちゃったって言えただろうし、うん、そういうこと言えないんだろうね、うん、だからこじれてるよねなんで最初の子一緒に泣くぐらいの共感っぷりを見せてたのにこうなるんだかね、ね、しかも同じ会社だったんだよね、うん、で美和さんもさきっとわかるよね、うん、同じ会社にいたんだから、うん、あの先輩がこんなこと言ってきたよって言ったら通じるだろうし、うん、こんなプロジェクトが始まってちょっと大変そうって言ったらわかるだろうし、うん、もっとお話できたはずなんだけどね一人で抱え込んでひろきさんの性格がちょっと難しいね、うん、まあ、前回美和さんが仕事できすぎるから仕事辞めさせたなんて考察を語りましたけれどもそれあるのかなそっか、うん、言いづらいと弱い部分を見せたくない、うん、見せたくないということもあるかもしれないですね、うん、まあ僕としてはね、まあ、今回最後の方で子供相手に、うんうん、その本来のひろきさんに戻れたというか、うん、無垢な子供を前にして、まあ、強がってね泣くことなんて本当ならできなかったはずなのに、うん、ついボロボロと泣いてしまうというところが見れて、うんうん、まあその片鱗はあるかなと思うんだけどもっと僕はね出れるひろきさんを見たいなと思ってるそうなんそうじゃない、うん、出れて美和さんがうわーどうしようっていう罪悪感を募らせるのをやっぱり見たいんだよだってこういうドラマだもん辛いね辛いね悲しいねってやってるだけだとやっぱ僕としてはね完全にもう無関係だから一視聴者としてもう無責任に見ていきたいひろきさんが人間の心を取り戻し、うん、悪魔である美和さんが、うん、うわーって思っていく辛いわーってなっていくのを見てみたいそっかひろき出れろと思ってますうんいろんな人いるよね、はいまあ、僕の視点はね、うんはい、そんな感じですグレフさんの今後の希望としては何かありますか今後の希望としては、はいまあ、私はやっぱり冬月亮くんと、うん、いやでもねこのドラマの設定上ありえないんだけど、うん、たくらんって言っちゃってるから、うん、亮くんと仲良くなって、うん、ひろきさんがこじらせて、うん離婚して、うん、りょうくんと3人で子供を育ててほしい。まあ、たくらんって言ってるけど、まあ、たくらんそのものはやっぱりいいことではないよね、うん、だから最終的にこのドラマをハッピーエンドに持っていくんだったらそういう展開もありなんじゃないありにしてほしい、うん、だって子供の父親はりょうくんなわけだけど、うん、子供にとってもいいんじゃないかな、うん、いいと思うねひろきさんもまあ美和さんへの心残りはあるだろうけれども本当のことを知った上で慰謝料ももらいながら自由になれるもらわないであそうそうですかはいひどい精神的に追い詰めたこの人まあそうだひろきさんが、うん、こんなに美和さんを追い詰めなければ、うん、あの日のりょうくんとのあれはなかったわけだから、うん、そうだねうん、うん、やっぱりそこまで追い詰めたのはひろきさんだから、はいまあ、慰謝料の話は出さないでいやその話は出さないでほしいもう美和さんさ、はい、出産の前にお母さんにちゃんと言ったのかなあ赤ちゃんできたって言ってないよ赤ちゃんできたは言ったんじゃない言ったかなさすがに言ったじゃない、うんね、お腹も大きくなるだろうしねさすがに、ね、相手がひろきさんじゃないってことは言ってないだろうけれどもねえそうだねりょうくんが生還した時にどんな風にこの状況を思うか重く受け止めるのか子供ができてハッピーってなるのかすごく気になりますねうんまあでも自分との子なら美和さん自分のところに来てほしいと思うんじゃない、うん、思うよね、うん、そうなるとりょうくんとひろきさんの間でバトルが勃発するという展開もあるのかな、うんうん、
ファーストコンタクトはもう終わってるわけなんで。そうだね、コーヒーどうぞって、うん、あれで終わってるね、うん、何か言い残したことありますか？母子手帳。母子手帳、はい、ひろきさんが、うん、僕は子育て関わらないよって、はい、でも、まあ、お金は出すから、うん、家政婦でも何でも雇って、うん、寝室も分けてくれても構わないし、うん、好きなように育ててくれみたいな、うん、言った時に、ミワさん母子手帳にひろきさんの名前を書き込んでいたんだよね、うん、母子手帳って、うん、母親の名前のところ母親が書いて、うん、父親が書くところもあって、うん、父親も書いて、うん、子供が大きくなって母子手帳見た時に、うん、あ、パパもママも書いてくれてたなみたいなのを感じられるように二人で書いてく、うんだよね、うん、それをひろきさんはもう僕は育てないよって言ったから、うん、みわさん自分で書き込んでたなっていうのを見て、うん、なんかあそういう風に持ってったんだなってちょっと思った。そういう風に持ってったっていうのは、自分で育てようって決めたから、うん、ひろきさんの名前も、うん、まあ、父親の、うん、書く欄だけど、うん、書いてとは言わずに、うん、自分で書いて心決めたなっていう感じが、うんうんうん、見えたんだよな、うん、まあ、美和さんとしてもそれでいいと思ったんだろうね、うんうん、ひろきさんとの関係はそれぐらいドライで構わないと、うん、もうひろきさんに対する愛情っていうのはないから、うんうん、でもさ、子供に大きくなったら見せるときに、うん、パパの欄はパパが書いてって思うけど、うん、それはもう割り切って私が書こうってなったんだな、うん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 、結構覚悟決まってるなって思った。まあ企らをするっていうことを決めたシーンでもあるのかもしれないね、うん、完全にね、うん、まあ、お金という面ではね、うんうん、そうかもしれない。でそこでね、りょうくんのしおりが挟まるということで母子手帳上は3人一緒というサンドイッチが出来上がりましたね、うんうんうん、あとね DNA 鑑定の鑑定書、 あれね、断るごとにミワさんが見てたんだけど早く捨てろって言いながら僕見てたんだけど、まあ、最後の最後でね燃やされたので良かったなと思います。いやそうだね、はい、ちょっとほっとしたよいやでも怖かったね。怖かった。お家の中であんな火見たことないもんねそうそう、普通はね燃やさないよね。でもね、ほらホロロさん言ってたけど、はい、シュレッダーは信用ならないから、まあ、まあ僕が言ったんじゃなくてガリレオの湯川先生が言ってたんだけどねそうだね、そうそうそう、湯川先生は全部燃やすから、うん、うん、まあ復元できるからね、シュレッダーだとね、シュレッダーなんてものを信用する現代人の気が知れないみたいなこと言いながら燃やしてたの。うん、宮さんもこう思ったんだろうね。ね、そこまで考えたから、まあ、演出っていう面が強いと思うけれどもね。ボーって燃えてたから火災報知器鳴るけどって怖かった。あれでね、ウィーンってシュレッダーやってるシーンだとやっぱりいまいち迫力に欠けるから。うん、そっかそっか。覚悟を決めた女は燃やしますということで。うちできないね。うちできない。だから火災報知器鳴るってな、あんなことしたらな。ろうそくでもビクビクしながらっていうやつみたいな、うん、まあ、前回のおくるみシーツと一緒ですよ、あれも演出ここまでご覧いただいてありがとうございました。私の宝物の第2話の感想でした、はい、考察もちょっと入れつつですね、3話以降も、まあ、見ていきましょう、はいはい、で僕らのチャンネルではもう一つ海に眠るダイヤモンドも取り上げております。こちらですねまあ再生数が回らないという状態でして、ぜひねそちらのドラマも見てるという方がおられましたらぜひちょっと見ていただきたいなと思います。この際だから、はい、見てない人は見て、うん、そうですね、はい、一緒に見ましょう、一緒に見ましょうというかいやね、その再生回数は少ないのに動画の視聴維持率っていうパラメーターがあるんですけれども、途中でいかにこう見るのやめないか、うん、きっと今そこで動画を見てるあなたはやめずにここまで見てくれた方だと思うんですけれども、そうやって長い時間見てくれたっていうのを全部データにして出るんですね、うん、で、あと海に眠るダイヤモンドの動画については私の宝物以上にこの視聴維持率っていうのはすごく長い、すごい長い、うん、だから一回見たら多分癖になるようなこう話してる内容がいいんじゃないのかなと思うんですよね、うんうんうん、っていうところまでちょっと宣伝させていただいてぜひですね一緒に海眠るダイヤモンドも、初回ねちょっと微妙だって感想も出たんですけど今後面白くなっていくと思いますのでよければね、流れ、ね、うん、的にはください。まあ、3話まで続けてダメならやめます待って、はい
そうですね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、TwitterX 僕らやってます。そちらの方もですね、はい、フォローしていただけると大変嬉しいです。はい。はい、先日、私の宝物の動画を見ていただいた方が X に飛んできていただいて、うん、コメントくれたことがあって非常に嬉しかったです。はい。あなたの一言が私たちの力になります。ありがとうございます。選挙前ということで、そんな今回は締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。